キリタンポから、はい、丸くキノコになりました。なりましたね、なりましたね、はい、よかったです。子供たち待ってます。美味しそうですね。一生懸命食っちゃう。美味しい、ね、子供に戻ったような子供になっちゃったね。そうなの。よかったです。はい、ありがとうございます。このこういうことで撮ってる写真あるけど、やっぱりここ、こんにちは。満州から撮っていく作ですよね。だからそのリュックもほら、じいちゃんの手作りのリュックだから特徴あって、あらららら。で、うちのお父さんが3歳かな、お兄さんが5歳、あと妹が7ヶ月で引き上げてきた時のリュックだから。上がったんすかそれ。うん、だからやっぱりいつもそうなんですけど、町の方が見てくださるともう地元の方の力はすごいなと思います。ですね。あので、今回は特にいつもは仮設住宅に出張なんですけど、一般のイベントへの出張なので、普段見に来られない方っていうのがよくいらっしゃるんですよ。そうすると結構今見るとポンポン見つかったりするので。ありがとうございました。よかったですね。はい、ありがとうございました。この商品が見つけたかったって見つけてくれるのがもう本当嬉しいですね、こっちも。頑張ってください。はい、ありがとうございます。